ウスティカは、イタリア共和国シチリア州パレールモ県にある、人口約1400人の基礎自治体、シチリア島北方のティレニア海に位置するウスティカ島を、その領域とする。ウスティカ島は、シチリア島の中心都市パレールモの北約 70km に位置する離島で、政治犯の流刑地として利用された歴史もある。東方に位置するエオリア諸島と同様に火山性の島で、 周辺の海域はイタリアで最初に指定された海洋自然保護区の一つである。海や洞窟などその自然景観は観光資源となっており、スキューバダイビングの名所としても知られる。パレルモとの間にはフェリーの定期航路が結ばれている。ティレニア海上のウスティカ島の位置ウスティカ島は、シチリア島北方のティレニア海南部に位置する島である。 パレルモの北北西6 8トル、アリクーリ島の西1 0 4キロメートルに所在する。島の面積は約8平方キロメートル。島の長さは3 5キロメートル、幅は2 5キロメートルの楕円状の島で、周囲の海岸線長は1 2トルである。東方にあるエオリア諸島と同様に火山性の島であり、海底火山の爆発によって噴出した溶岩でできている。 島の中央部には、文太魔城、ガーディアデイトワッキーがあり、島を北東側と南西側に分けている。島の海岸は岩場であり、砂浜はない。海岸に沿って多くの洞窟や岩礁がある。代表的な洞窟としては、緑の洞窟、青の洞窟、グロットデラパスチャッツ、黄金の洞窟、グロットデッテコローンなどが挙げられる。岩礁としては、島の北西沖に、 スコーリョ、デルメディコ、北西海岸近くにスコーリョコロムバラがある。ウスティカの主要な集落と港は島の東部に位置する。最初期の住民はエオリア諸島から渡ってきたと考えられている。少なくとも紀元前1500年頃からはフェニキア人が暮らすようになった。ファラリオーニ地区で1989年に始まった発掘調査により紀元前14世紀から 紀元前13世紀にかけての大きな集落の遺跡が見つかった。家々は石組みで作られ、集落は防壁に囲まれて要塞化されていた。古代ギリシャ人はこの島を納骨堂を意味するオステオデスという名で呼んだ。これは紀元前4世紀、カルタゴに対して反乱を起こし、この島に入るされて合死した数千人の人々を記念するものであった。ローマ人たちは 島の黒い岩にちなみ、ラテン語で焼けたものを意味する言葉をとって、島をウスティカと呼んだ。島からは古代のキリスト教徒の村も発掘されており、海面下に没した墓地やトンネルの遺構も見つかっている。多くの沈没船が考古学的調査の対象となっており、フェニキア人、ギリシャ人、ローマ人、カルタゴ人など、地中海を行き交った様々な民族の痕跡を見ることができる。 島はその後長らく、イスラム教徒の海賊の拠点としても用いられた。6世紀には、ベネディクト海の修道士たちがこの島に移住した。しかし、ヨーロッパ世界とアラブ世界との間の戦乱により、ほどなく修道士たちは島を離れることを余儀なくされた。中世を通してこの島への植民が試みられたが、海賊の跋扈など、周辺海域の緊迫のために定住は妨げられた。 島への入植と米国への移民。編集。トーレダロスパルメイトは1759年、ブルボン家のシチリア王フェルディナンド3世は、島への入植を進めた。シチリアの沿岸省海網の一環となる2つの、暴ーを建設したほか、島の東部のカーラサンタマリアに貯水施設や家屋を建設し、島の中心となる集落を建設した。入植者は、パレルモやドラーパに、 エオリア諸島から集まり、また100人の兵士も配置された。特に、エオリア諸島の首都リーパリ島からは、約90名の住民が移住した。ウスティカの守護聖人は、セイバルトロメオであるが、これは、リーパリの守護聖人が持ち込まれたものである。19世紀末から20世紀諸島にかけて、島の人口はあまりにも多くなったために、数百の家族がアメリカ合衆国に移民した。 彼らの多くが移り住んだのは、ニューオーリンズとその周辺であった。21世紀初頭の今日も、ニューオーリンズを中心として、ウスティカ移民の子孫が数千人暮らしており、ウスティカとの強い絆を保っている。その他、サンノゼやサンフランシスコ、ニューヨーク、マサチューセッツ州などに移民した人々もいる。流刑の島、編集離島であるウスティカ島は、ブルボン家の統治下にあった時代から政治の、 流刑地とされた。これは、イタリア統一後のイタリア王国の下でも変わらず、ファシスト党政権期には、ベニート・ムッソリーニが政治的反対者をウスティカ島に追放した。島を流刑地として利用することは、第二次世界大戦後の1950年代まで続いた、ウスティカ島に送られた政治犯の中で最も著名な人物は、イタリア共産党指導者、 マルクス主義思想家のアントニオグラム氏である。この他、アマデーオ・ボルディが、ネロロッセンリ、フェルッチョ・パンリも、この島への流刑を経験している。ファシスト政権下では一度1 5 0 0人もの囚人が送り込まれたこともある。1940年代初頭にはユーゴスラビアにおける戦争捕虜が島に詰め込まれたが、彼らの間には栄養失調と結核が蔓延した。1950年代には、 シチリア島のマフィアが島の囚人となった。島への流刑は、1961年に、島民の抗議を受ける形で廃止された。島では以後観光開発が進められることとなった。20世紀後半以後、編集1980年6月27日には、島の近海で、イタビア航空870便事件が発生した。イタリアの航空会社の国内便旅客機が、 島の北東2 5トルで空中爆発し、乗客乗員81名全員が落命した事件である。この事故では何らかの爆発が発生したことが判明しているが、その具体的な原因については諸説が唱えられており、はっきりしない。この事故は島を不幸な形で有名にしてしまった。1986年には島の周囲の海が 海洋自然保護区に指定されたトリエステ近郊のミラマーレ海洋自然保護区とともにイタリアで最初に指定された海域である人工水位、編集海から見たウスティカの集落島には24時間対応の医療サービスが提供されている島には高気圧酸素治療のためのチャンバーが備えられており緊急時にはパレルモの病院にヘリコプターで送るための用意がある島には カラビニエリ、財務警察、自治体警察、郵便局、銀行、薬局があり、これらの施設は港周辺に集中している。島における水不足問題に対応するために0.12立方メートルの海水淡水化装置が設けられている。島はスキューバダイビングで知られており、多くのダイビングスクールが設立されている。火山性の地形のために、 比較的深い海にまで潜ることができるのが魅力である。この島の娯楽は、イタリアでは珍しく、サッカーではなく野球であり、サッカー場はなく野球場が一つ存在している。通常、野球の試合は、日曜日に行われ、サッカーの試合が放送中でも島民はテレビを後に、野球場へ観戦しに来る。観客数は1試合あたり200から300人ほどで、平日の夕方に行われる。 練習の時も大勢の観客が見に来る。ウスティカ島にはウスティカ島自然保護区が設定されており、また周辺の海はウスティカ島海洋保護区に設定されている。この島は水源に恵まれず、香水も少ないために植生は乏しい。人間の活動や人間が持ち込んだ農作物により、島本来の植物は大きく損なわれている。島本来の植物種で突起すべきは、 ヨモギ族のアーテミシアアルボレーア、ニューコウジュ、マメ科のキャリコットオムスピーノーザ、マメの一種ゼニスティーである。オリーブ、アーモンド、ブドウなどの果樹も分布するが少なく、島には地中海性草原が広がっている。ウスティカジマは西洋ミツバチの一種アピスマリファーシキアラの生息地として知られている。海中の生態系は熱帯性の特徴を持っており、 ダイバーの人気を博することにつながっている。例えば、サンゴなどのカチウズナや色鮮やかな植物類である。動物類は、異性エビカの一種パラナースエレファス、裸の一種イピナフィラスマージノタス、ヒダイの一種デンテックスデンテックス、リッチオル、タイカのディプラダス、ヨーロッパヘダイ、サバ、カマスの一種スフィリーナベラダンシス、ブダイカのスパレスマクラテンス、モンガラカワハギカのバラスツカプリスカス、 海面動物、スプンジーやオフィシナリスなどが生息する。ウスティカコーパレル元の港には様々なボートを受け入れる施設が整備されている。島を一周する全長9キロメートルの道路がある。島内の公共交通機関として、島を一周するバスが運行されている。ウスティカ島に関するカテゴリー、ありがとうございます。